疲れんこんでーす。さっきももちゃんと七並べ当たった。イエーイ。こんばんは。ちゅう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 、暑いね今日。夏を感じる。今日はですね、瓦そばを作ろうと。今朝は早かったでかい。昨日寝れなくて、なんかショールーム終わってここにゴローンってなって床でずっと携帯触ってたら3時ぐらいになって、3時か、でもお風呂入りたいなーってなって、テニスした後だからお風呂入って髪乾かしてダラダラしてたら4時半ぐらいになって、もう4時半じゃんってなって、30分後にツイートできるんだったら30分起きてようかなと思ってツイートしたっていう。あそこから寝ました。朝のおはようツイートの動画はみちゅが撮りました。早起き詐欺です。思った朝明るくなるの早い。それな。まあそれな。アリちゃん、カリングトレーナー着てた。あ、それな、めっちゃ可愛かった。写真送ってくれた。アリちゃんが着るとめっちゃおしゃれ。みんな、私が着てもおしゃれ、大丈夫。福ちゃんに遊園地行ってほしいんだけど、どう？あ、七並べのやつ。七並べってあれ、8位以内入れるの？ 9 位以内、9人だっけ？ 9 位以内だっけ？ 8 位以内だっけ？ 9 位以内とメンバーランキング1位の10人か合計。今ギリギリ9位。7位以内。あれ、7位以内って入れるんですか？頑張ればいけるよ。
配信ありがとうございます。ありがとう。私もさ今日結構上まで行ったんだよね。18位だって今私。偉くね。福ちゃんが行きたい。1位は厳しいけど7位ならいける。マジ本当に。だったら行きたい。このあのね、行きたいっていうか、あの写真のカードが欲しいのよ。なんかこの前温泉行ってた子たちさ、なんか写真のカードあったじゃないですか。あれが欲しくて。そうそう。漏れてたし。行けますか今月も。まあ私も今月暇だしやろう。1位はちょっと無理か、無理だと思うんで、先月があったから17位以内目指して頑張りましょう。まあ無理なく皆様。そうそう、先月の今月だからね、7位以内目指してやっていきましょう。じゃあ今やろうよ、七並べ。10時までやろう、とりあえず。でみんなは私の瓦そば作るのを見ながらやってて、今やるね。あれだし、ゴールデンベッドタイ、ベッドタイムだし。暑い。冷房入れるレベル。半袖なのに。20秒後。20、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0。あれ20秒後じゃなかったな今。え待って、20、10、あ、やばい、今11秒後だったね。あれね、多分違う、20と10の間みんな、あ、1位取られた、やばい、出すか迷う、出さんどこ、バーストを狙う、周りのバーストを狙う、やばい、パスしないで、やばい、自分を自分で苦しめた今。あんげんごんげー。はい、さよなら、4位です。今何時？今ね、9時41分55、56、57、58、59、21時42分ちょうど。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、23、24、25、26、27、28、29、20、21、2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 2、
25、26、27、28、29、30って感じです。電波良好でしょ。そう、Wi-Fi つなぎ直したんですよ今日のお昼。一回全部抜いて再起動して Wi-Fi をつなげてる電子機器を全部一回切ってリセットしてやってみた。最近電波の環境悪くないと思って、なんかみんなになんかすぐループするって言われるけどさ、こっちから分からんのよループとかだけんね。ちょっと変えてみた。またループしたら言って。20、19、18、17、16、15、14、13、12、11、19、8、7、6、5、4、3、2、1、0。福ちゃんファンと当たった？福ちゃんファンのカードではないけど名前は知ってる人、名前、このショールームによく来てる人と当たってるから、多分この配信見ながらやってる人ともはちゃんと当たってる。だけど福田カードではない。てっきり福田推しだと思ってたのに福田推しじゃないじゃんってことがよくある。七並べの絵作ってほしいスタンプ、まあ倍増券使ってますが今一番欲しいけど、個人的に、ね、受け狙いでネタでちょっとメンバーからすごい共感してもらえると思うんだけど、作ってほしいスタンプは推し変しとんかーい推し変したんかーいっていうね。今お話し会だからさ、なんか推し変されてもさ、なんか正味さ他のレーン見えんからあんま気づかんのんよ。前はめっちゃ気づきよったけどさ、私公演もそんなあるわけじゃないけん、あ公演でこの人推し変したなとか、まあ、気づくけど結構ある。最近は公演結構増えたから、まあ、またあるけど、まあ、前よりはあんま気づいてなかったけど七並べで気づくみたいなある。しかもその子が今月頑張りますって言ってる月だったらまだわかるんよ、協力してんだなとか。だけど全然そういう月でもない時に変えてて、しかも特攻値が300とかじゃなくてもう1000とか超えてたら、あめっちゃこれ、あ結構歴長いやんってなって、一人ツッコミしてます。推し変しとんかーいっていうスタンプを送りたくなる。でスタンプはお疲れんこんとか押してくるんですよ。だからあやっぱり元福田推しじゃん、スタンプは私のやつ使ってるもんってなるっていう悲しいことがよくあるんで、月に何回かあるんでそれが悲しいんですけど、えだから特攻値が300とかだったらさ、まあ、来月のコインをもらうためにさ一通りやってんのかなって思うけどさ、特攻値1000とかだったらもう完全にがっつりやっとるやんちょっとおもろいマジってなる。でもそれはね、去るもの追わず来るもの拒まずをモットーにやんないとメンタルがやられるから気にしないようにしてるけど、そういうこともあります。あと意外とパレてますみんな20、19、18、17、16、15、14、13、12、11、19、8、7、6、5、4、3、2、1、0。並べで こんばんは。でもなんかよくあるんですよ、なんかお話し会とかよく聞けるからくれるから福田推しなんだと思ってたら別に福田推しでもなかったみたいな。だけどそってことはさ、別にさ推し面じゃなくてもさ、なんかやってくれてるってこ、お話し会とか来てくれるってことはさ、まあ好きってことじゃん。でも推しじゃないけどに好きでいてくれるってさ結構重要じゃない？好き面でしてもらえるのってすごい嬉しいなと思うから、なんか自分はその勘違いしながら生きていこうと思う。全然
なんかその好き面になってもらえることが嬉しいから、あわよくばね推し面にしてほしいけど、まずは好き面になることからだと思うので、え、まあ好き面に慣れてよかったなって思う。ちゃんとっていうか、うん、もうメンバーいっぱいいるからな。だから私はみんなのことを愛すわ。ウインク。あ、12位になった。強っ。待って、私めっちゃ強いじゃん。12位になってる。イエーイ。20、19、18、17、16、15、14、13、12、11、19、8、7、6、5、4、3、2、1、0。あとなんかよくお話し会とかでなんか一期の中では押してますみたいな言ってくれる人いて、いや一期の中ではとか別に言わなくてもいいのにって思いながら、え、ありがとうってなるけど、もちろんめちゃくちゃ嬉しいけど、イコール一押しは、まあ、2期かドラさんにいるってことじゃん。なんか正直すぎて愛おしい。別にお話し会だし言わなきゃバレないのに言っちゃうよねって、正直にそう言っちゃうよね。自分に嘘はつけないよねってなりますよね。たとえさ推し面見られてなくてもさ、私の前でさ福田ちゃん一押しですって言ったらさ、なんかでも本当は2期の誰々ちゃん推しなのにって自分の中でなっちゃうよねっていう気持ちが見え隠れして、なんかあ真面目なんだなって福田生の中では一押しです。ピンポイントやな。福田さんの中では一番好きってこと。そういうユニークな方もたくさんいらっしゃいます。あ、やばい、ジョーカー受け取っちゃった。話しながらつら、いやーん、一押しですよ、ありがとう。やばい、ジョーカーを漏らすかも。これはあ、ナイスナイス、よしよしよし、いいよ、ナイス、いいとこ出しましたね。あ、う、忖度うどんかーい。忖度うどんって押された。メール取ってる、ありがとう。メール取ってください、みんな。月の電車は何時なのか、忘れ物を思い出して、20、19、18、17、16、15、14、13、12、11、19、8、7、6、5、4。高いよね、アイコンガチャ。テニスでめっちゃ筋肉痛よ。信じられないぐらいの筋肉痛。やばい、ジョーカー持て余した。でもね、このスマホケースね、あのここに鏡ついてて、猫貼ってるんですけど、絆創膏入れてるんだけど、ここにこっちにカード入れるんだけど、こっちのカードは綺麗に入るの、スポッて。だけどこっちはこのボタンのとこが邪魔して、カードがここで突っかえるから入らないんですよ。いや入るんだけど、なんだろう、ちゃんとこれの上側に縫い付けられてるけど、このボタンの厚みが邪魔にいってるから。あとこの紐がついてることで、なんだろう、夏服とかポケットないじゃん、それでもこれかけてショルダーバッグみたいにできるし便利。
多分金具が出てるんだと思う。今日からお弁当何作ったらいいと思う？すき焼き弁当。20、19、18、17、16、15、14、13、12、11、19、8、7、6、5、4、3、2、1、0。もやしじゃないのか。あー、もやしね。もやし全部食べたよ、あの 600g 今日。また明日買ってこないと。明日久々に仕事だ。久々に仕事っていう響きやば。実家帰ればよかった、3連休だったから。ギラギラ容赦ないだよな、強火で照りつけるオンザビーチ、うぬぼれ温度は急上昇、落ち着かないのは真夏のサラダ。なんかね、冷蔵庫で一日置いたもやしを食べたけど、なんか漬物ポットみたいな、わからんけど、なんかつけてたからかわかんないけど、昨日作りたてで食べた時より一味唐辛子が効いてて結構いいね、良かった。ピリ辛が良かった。一味唐辛子多めに入れた方がいいんだなって学んだ。ピリ辛の方がいいね。作るたびにグレードアップしていく。なんか料理人の気持ちになってきた。そう、ピリッと。少しずつ咲いていく花、この努力決して裏切らない。今日ももやし食べてから、え、私昨日もやし生活何日目だったっけ。え、昨日もやし生活何日目だった。私6日目5日目5日目か。で、今日もやし食べたから今日で6日目で、明日食べたら1週間だ。やばっ。明日食べたら1週間だよ、もやし生活。絶対買ってこよう、明日。1週間達成しないと。え、1週間できたらもう習慣化してるから1年ぐらいいけるそう。じゃない？お、10位に入った。イエーイ。あれ11位に落ちてる、今この一瞬の間に。あと1回ぐらいだな。20、19、18、17、16、15、14、13、12、11、19、8、7、6、5、4、3、2、1。にゃんすけ、今日トレーナーとキャップ届いた人多いね、嬉しい。やったね。え、でこのさ、ジャケット写真のさ、あの7枚目のジャケ写のカードってどうやったらもらえるの？なんで持ってる人いるの？私先月100位以内入ったのにもらえなかったんだけど、そのなんかスーツのやつしかもらえなかったんだけど、七並べのジャケ写のカードって どういう選ばれし者がもらえてるの。羨ましい。あ、16位以内なの？え、知らなかった。そうなんだ。
マジか、知らなかった、狙えばよかった、欲しかったな。いいな。え、じゃあ16位以内の人は 2枚もらえたのか。 UR レアカードですね。え、悔しい。だって本人なのに、本人なのに本人が持ってないものを持ってるファンの人がいる。16人も悔しい悔しい。うん、あ、2位だ。ギルバート行ってきます。行ってらっしゃい。本人もらえないよ。一回七並べの会社の人に、なんか自分のカードぐらいくださいよみたいな感じのことをなんかメンバーと言ったら、いや、そこはもうコイン貯めて頑張って引いてくださいって言われて、あ、世の中厳しい、厳しいというか甘くないなって思いました。カホタロにさ、誕生日プレゼント何が欲しいって聞いたらさ、アカリンとご飯券だって。かわいい、好きや、かわいいこと言うやんけい。ギルバトの時間だけチェック、20時20分だって。りょ、まあ20時20分だったらコメント欄で誰か教えてくれるでしょう。ということで今日はですね、瓦そばを作ろうと思います。瓦、お腹空いた。もうこの瓦そば配信のために夜ご飯食べずに待ってた。もやし食べたの6時ぐらいだから。よいしょ。じゃあとりあえず肉を炒めに行きますか。よいしょ。肉はフライパンにサラダ油を入れて炒めて、みりん、醤油、砂糖、塩を入れて、はーい、熱い、髪の毛止めよう。瓦はないのでフライパンでやるよ。肉国産牛こま切れ。国産牛だから高いのかな、これ。でもこれしかなかったんだよね。303円。まあ命だからそんなもんか。これは蒸し、今日のさ、あの冷蔵庫開けっぱでさ、開けっぱっていうかガチャって閉めたら反動でひっくり返ってきて跳ね返ってきて開けっぱなしだったんだよね。信じらんない。
だからなんか濡れてる。これ茹でなくてもいいのか。肉の炒め方わかんない。サラダ油まず引くのかな。サラダ油温める。フライパンを温めて、なんだっけ、砂糖と醤油と塩とみりん。肉って切るの？やだな、ちぎろ。いや、サラダ油先に引いちゃったよ。細切れだから切らなくてもいいか。砂糖、みりん、料理酒、砂糖。待って、火が強い。やばい、見切り発車しちゃった。みりんどこ？もう料理酒でいいよ。料理酒。なんか怒られた？怒らないで。めんつゆ。あ、めんつゆ薄めるんだった。あとから。水。塩。とりあえず水浸しにしてみました。え、これでいいのかな。なんか茹でられてる。なんか火が出てる。怖い。甘くはなりそうか。なんか泡がめっちゃ出てる。先に焼いた方が良かったの。マジ。あ、醤油入れた方がよくね。醤油入れてみよう。筋肉痛でやばい。みりんどこにあるんだろう。
みりんなくていい？砂糖多めに、結構入れないと甘くならない。今の間ずっと砂糖を入れてたけどやばいか。確かに味見した方がいい。もういい？なんかめっちゃ泡泡、こんな泡泡になるんだ。やばいかな。ちょっと食べてみるか。甘っ。でもいいよ、思ったより天才かもしれん。はい、できました。完璧です。思ってた100倍良かった。あっちに行ってやろうと思う。油入れすぎたわ。まあいっか。油敷いて、いきますよ。皆さん一緒に、あーあー、感じか。
着したよ。よいしょ。レンジで30秒温めてから調理してください。もう服だけではね、瓦そばはお好み焼きと同じぐらい定番料理なんで、すごく食べ慣れてます。3人前です。瓦そばって一人前で全然足りないんですよ。なんかざるうどんが足りないのと一緒で、水多かったな。まあいっか。20分だ。
まひちゃんから LINE 来た。まひちゃん今日ね7時台にキルバト来たんですよ。すごくないですか。感動した。カムラ2体にしようと思ったけど謎にオメガ入れたけど別に入れなくてもよかったかなって感じ。味付けはないです。梅雨です。 OK、 これでしばらく置きましょう。梅雨と肉持ってくるか。やばい、攻撃できる。まあいいか。レモン買ってきたらよかったな。強い相手。ドラゴンもう攻略されてんじゃん。無駄に式解読しちゃった。つゆ温めた。いいやん、結構我ながら結構いい出来。海苔もあればよかったけど、海苔に100円課金する元気はなかった。元気とか余裕はなかった。豪快さが好き。美味しそう。我ながら美味しそう。熱い熱い熱い。
もうちょっと薄くできたらいいんだけどね。やばい、めっちゃ攻撃されとる。今日昼も勝てんかったし、今日全敗よ。これは薄めずに、熱い熱い。湯煎って結構熱くなるね。これを熱湯の中に入れてただけなんだけど、山口の名物です。お店で食べたら高いもんな、量足りないし。専門店の食べたことあるよ。山口放送行った時になんかロケかなんかで食べた。ここに海苔欲しい。作ったら安い。この麺も200円か300円ぐらいで、肉が2、300円で、卵が100円でしょ。だから1000円かかってないですよ。やばい、ドラゴン出た。無理だよこれは。マシちゃん、経費で食べたの。言い方言い方、大好きだから。経費と経費大好き。経費最高。暑い。お、いい感じになってきたぞ。じっくり焼きたいですね。家庭の味。熱い。やっぱ卵があるだけで映えますな。フグいつ届くのか分かんない。ま、肉固くなってる、やばい。もやし買いすぎた？もやしって買いすぎるとかあるの？1キロまでは買いすぎじゃないと思うけど、どうだろう。
カラスバリ自己流で作ってます。まあ自己流でいけるよね。あ、いいね、おこげができてる。ちょっとおこげあるから食べてみます。いただきます。おこげの部分食べてみる。味見。うん、うまい。真ん中の方、なんかフライパンってやっぱ場所によるね。真ん中が焦げがすごい。甘めです。いい焦げ。うまっ。初めて見た。ミラーボールありがとう。嬉しい。なくなっちゃいそう。肉も一緒に。画面見えてる？本当だ。ギルバトとか、ギルバトの画面見ちゃダメなのか。うん、肉もいいね。ちょっと硬いけど。他は海苔とかレモンとか。ドラゴン出ちゃった。あれ負けたんだけど。ああ、めっちゃ美味しいですよ。
肉大盛り、イエーイ。卵の意味があんまりないかも。卵もうちょい太く、卵焼き作って薄く切るぐらいがいいかも。まだまだあるね。3人前やばいね。うん、泣ける。保温にしたい。つゆが、つゆ、ラストつゆ。あ、リコチ、ユミリンだ。忙しい。暑い。汗かいてる、めっちゃ。あ、ドラゴン出た、ナイス。いけいけ、叩け叩け。よしよしよし、いいよ。イホリン、ナイス。あ、出てきた。熱い熱い、箸が熱い、箸が熱い。あー、めっちゃ汗かいてる。滴ってきた。熱い、箸が熱い、箸が熱い、箸が熱い。ちょっと冷ます。さばいてー、さばいてー、さばいて、誰か早く回復されちゃうよ。さばいて。マジめっちゃ、熱い展開。
肉多いな。うどんうまい。あー時間が足りない。フードファイターすぎる。バトルリードしてない。1回のドラゴン叩きの差で負けてる。古代の祝福ってなんだ。バトルしてます。ドライグの味方の式回復。うわ最後に守り固めてきたな。ダメだ負ける。あと23秒。22、21、22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 、
悔しい。惜しかったわ。悔しいな。しょうがないか。お、あと8日で100。じゃあ95まで集めればいいんだ、はやぶさまで。よし。うわー、悔しい。マジで悔しい。負けました。瓦そば最後いきますか。入れちゃおう。いただきます。ラスト。あー、3人前はやばい。さすがに
ましなきゃ。デザート食べれないよ。きつすぎる。きつすぎる。なんでこんなにフードファイトしてしまうんやろ。これぐらいまで食べないと食べちゃうんだよね、結局。洗い物しよう。食べ過ぎた。
上勇気が待ちやがる。なんかさあ、物ってちゃんと自分の住所に帰ってくれないかな。自力で。服っていうかこの履いてるズボンごと洗おう。まあ暑かったから、暑かったからね今日。エプロンしないんだね。あ、そういう時のためにエプロンがあるのか。食器洗い楽しい、服ないよ。もうちょい台所が広ければ食洗機も欲しかもしれない。置けるスペースない。ないです、食洗機を。今ただでさえスペースがないから。もう絶対大富豪になったら食洗機と
乾燥機付き洗濯機買う。それが大事だよね、きっと。それが成金と元祖金持ちの違いか。大富豪にはならなくていいかも。あのマフィアとかに狙われたくないから。みんなが守って狙われたらマフィアに。テロップ消さなきゃ。マスター。マスターって何それ。そうだよね。マサ、マサ待った。あ、分かった。あれでしょ。守ってっていう舞台で悪者に狙われたらマスターって来てくれるんでしょ。マサありがとう。結婚略奪みたいな感じなのかな。ギフト。乱入ゲスト、すごいね。どんでん返しペンギンっていう名前だったのか。面白い。よし、できた。排水溝の中も、うわ、排水溝の中にもやしが溜まってる。
ドンキーとの癒着。ドン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 キードンキーポーター何度か何度か激安天国。よし、パーペキ。よし、めっちゃお風呂見えるか。まあ、T シャツが濡れてるのはいいや。着替えを、なんか濡れてるなって感じするわ。ゾロリ先生にしよう。大事に取ってた。紺似合うな私。ごちそうさま。つろり先生。お皿洗いできた達成感すごっ。お皿洗いの達成感すごい。すごい。偉すぎ。ヤンスケ元気だよ。筋肉痛やばい。ここの二の腕のここがやばい。ここでも筋肉痛ってどうやったら治るんですか。
どうあがいても無理。入れ口の直し方は、まあ、やっぱ時間が時が癒していくって感じ。公式と軟式の振り方違うの？あんまりわかんない、もう覚えてないの違ったような気もするけど、プロテイン、テニスは公式はさ、じゃあ軟式はさこうやって持つけどさ、軟式はさ、じゃあ公式はこうやって持つ、なんかそれぐらいしか分かんない。コンプできたでも私やるやん。ツイッターアリちゃんのツイッター見よう。よいしょ、チューですね。チューチューアリンコアリンコアリンコ、みんなも届いたら写真送れないか、なんかカードル高いか、届いたらなんかお話し会とかで見せて、ツイッターにこうやって写真あげるのはちょっとハードル高いと思うから。好きなラジオ STU48 のちりめんパーティー、こんばんは。目の前トレーナー届いた？やった。うれぴーね。カリンゴ。めっちゃビーポービーポー言っとる。今日ね、私のめっちゃ偉いエピソードがあって、なんか白いズボンを洗おうと思ったんですけど、普通にいつもだったら他の洗濯物とまとめて洗うんですけど、白いズボン、もしかしたら色移りするかもしんないと思って別で洗いました。白いものだけ。すごすぎません？すごすぎるよね。あまりにもすごすぎて、感動しました。なんでこれを今日思いついたかっていうと、
あの、まあ、2000円くらいの安いズボンなんですけど、白い結構なんか形が好きで気に入ってて、でよく履いてるからすぐ汚れるんですけど、一回なんか色物と一緒に洗っちゃって、その白いズボンがなんか青くなっちゃったんですよ。でもし気に入ってたからそのまましばらく青のまま履いてたんですけど、やっぱでもなんか膝の裏の部分だけ若干青いのがやっぱ嫌で買い替えたんですよ。で同じのね、で買い替えて、それだけ、それはまたあれを色移りしないようにしようと思ってそうしました。えらい。どうですか、さすがにえらいわ。さすがに結婚したくなりましたか。サス服柔軟剤使いこなせない。みんなが思ってる数倍場所取ってるから。